名の菩提寺に行きましょう。陽明寺覚えてますか？陽明寺。あ。陽明寺っていうところが亀池の菩提寺なんですけど、その陽明寺の山門はもともと津和野の殿町通りにあった総門を移築してるんですよ。で、総門って何なのかっていう話なんですけど、江戸時代津和野藩は武家が住んでるところと町屋で仕切られていて、その武家がいるところと町民が住んでるところを仕切る門が総門っていうところでした。その総門がこちらなんです。